うどうゆみこがついた確信。キンプリとナンバーアンダーライン愛の意外な関係性が明らかに。ファン必見。キンプリが地上波テレビでナンバーアンダーライン愛について語り、SNS 上で大きな話題に。5月のある暖かい夜、全国のテレビ画面には、キングプリンス、キンプリの姿が映し出されました。 その中で、司会者のうどう由ゆみこさんが、ナンバーアンダーライン愛についてどう思いますかと尋ねた瞬間、視聴者の心は一斉に高鳴りました。この質問は、多くのファンが心の中で求めていたものでしたが、実際に放送で取り上げられるとは思いもよらないサプライズでした。ナンバーアンダーライン愛とは、元キングプリンスのメンバーであるジン、ショーキシ君が独立して結成した新しいユニットです。 彼らの新しいスタートは多くのファンにとって衝撃的でしたが、それ以上に彼らが依然として強い絆で結ばれていることを証明してくれました。うどうさんの質問に対して、金プリのメンバーは、もちろんだって。兄気分だもん、と答え、その瞬間、SNS は感動の声で溢れ返りました。ファンたちはこのやりとりに深く感動し、喜びの声を SNS に投稿しました。連会の言葉に泣けます。 と涙を流すファンや、あれから一年、きっとみんな分きたかった言葉ですよね、と感慨深いコメントが続々と寄せられました。彼らの心のつながりを再確認できたことが、ファンにとって何よりの喜びでした。この出来事は、音楽業界やファンにとって大きな意味を持っています。ジン、ショウ、キシ君がナンバーアンダーライン愛として新しい道を歩み始めた一方で、 金プリのメンバーとの関係が変わらずに続いていることが示されました。特に、ナンバーアンダーライン愛が何らかのアクションをしてくれると嬉しいな、との期待感は、ファンだけでなく業界全体に広がっています。コラボしてほしいな、という声が多く寄せられています。音楽番組での共演や、コンサートでのサプライズゲストとしての登場など、ファンは様々なシチュエーションを想像して楽しんでいます。 特にグループは違っていても、ちゃんとつながってる、という思いは、ファンの心に深く響いています。私自身もこの瞬間に深く感動しました。音楽業界は常に変化し続ける中で、アーティストたちの絆がどれほど強いかを再確認できたのです。彼らの心のつながりは、音楽を通じて感じられるものであり、その絆はファンにも大きな影響を与えています。 キンプリとナンバーアンダーラインアイのメンバーは同じ道を歩んでいるわけではありませんが、その心は常に一つです。この出来事を通じて、ファンたちは彼らの絆を改めて感じ、応援の気持ちを新たにしました。ウドウさんの質問は彼らの関係性を確認する絶好の機会となり、ファンにとっても感動的な瞬間でした。音楽業界において、アーティストたちの絆は非常に重要です。 彼らがどれほどお互いを尊重し、支え合っているかがファンに伝わることで、その応援の力はますます強まります。キンプリとナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがこれからもお互いを支え合いながら、さらに素晴らしい音楽を作り出していくことを期待しています。この出来事は、音楽の力と人々の絆の強さを改めて感じさせてくれるものでした。ファンたちはこれからも彼らを応援し続け、 その絆が永遠に続くことを願っています。そして、いつかまた彼らが一緒にステージに立つ日が来ることを楽しみにしています。このような出来事は、音楽業界やファンにとって大きな励みとなり、彼らの未来を明るく照らし続けることでしょう。この感動的な瞬間を通じて、私たちは音楽の力を再確認し、その力がどれほど人々の心を動かすかを実感しました。彼らの絆は、 音楽を通じて永遠に続いていくことでしょう。彼らの絆は音楽を通じて永遠に続いていくことでしょう。この一夜の出来事は私たちに多くのことを教えてくれました。まず第一に、アーティスト同士の友情と尊重がいかに重要かということです。ジン、ショウ、キシ君が新しいユニットとして歩み始めても、彼らは決して過去の仲間を忘れていないことが明らかになりました。 このことはファンだけでなく音楽業界全体にとっても重要なメッセージを伝えています。さらにこの出来事はファンとアーティストの間に存在する強い絆をも示しています。ファンたちが SNS で共有した喜びの声は単なる応援の言葉以上のものでした。彼らはアーティストの感情を共有し、共に喜び、時には涙を流します。これこそが 音楽が持つ力の一つであり、ファンとアーティストが一体となる瞬間です。キンプリとナンバーアンダーライン愛の関係性は、このような深い絆の象徴であり、彼らの音楽がいかに多くの人々に影響を与えているかを物語っています。音楽業界において、アーティストが独立し新たな道を歩むことは決して珍しいことではありません。しかし、その過程で失われがちなものも多いです。友情。 信頼、そしてファンとのつながりがその代表例です。しかし、キンプリとナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、その全てを保ち続けています。彼らの絆がどれほど強いかを示すこの出来事は、他のアーティストにとっても大きなインスピレーションとなるでしょう。また、ファンたちはこの瞬間を通じて、アーティストたちがどれほど自分たちを大切に思っているかを再確認しました。うどうさんの質問がきっかけとなり、 キンプリのメンバーは素直な気持ちを語りました。これはファンにとって非常に重要なことです。アーティストたちの本音を聞くことでファンはさらに深く彼らを理解し応援する気持ちが強まります。これは音楽の力が持つもう一つの側面です。音楽はただのエンターテインメントではなく人々を結びつける強力な手段なのです。将来的には キンプリとナンバーアンダーライン愛が再び共演する可能性も十分にあります。ファンたちはその日を心待ちにしており、音楽業界全体がその可能性に注目しています。コラボレーションや共演が実現すれば、それは大きな話題となり、さらに多くの人々に感動を与えることでしょう。彼らの絆が再びステージ上で表現される瞬間を誰もが期待しています。また、この出来事は、 音楽業界の他のアーティストにも影響を与える可能性があります。友情と尊重の大切さを再認識し、ファンとの絆を大切にすることで、さらに素晴らしい音楽が生まれるでしょう。音楽業界全体が、この出来事をきっかけに、新たなステージへと進化することを期待しています。最後に、この感動的な瞬間を通じて、私たちは、音楽の持つ力を改めて感じることができました。 音楽はただの音やメロディーではなく、人々の心をつなぎ、感動を共有する手段です。キンプリとナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが示したように、音楽は友情や絆を超えた何か特別なものを生み出します。この出来事をきっかけに、私たちもまた自分自身の生活の中で音楽の力を感じ、楽しむことができるでしょう。彼らの未来には、まだ多くの可能性が広がっています。 キンプリとナンバーアンダーライン愛がそれぞれの道を進む中で互いに支え合い新しい音楽を作り出していくことを楽しみにしていますそして彼らの絆がこれからも続くことを信じていますこの感動的な瞬間を胸に私たちもまた音楽を通じてつながることの大切さを忘れずにいきたいと思います音楽は常に私たちのそばにあり喜びや悲しみを共にする力を持っています キンプリとナンバーアンダーライン愛の絆が示すように、音楽は人々を結びつけ、その絆を強めるものです。これからも彼らの音楽を聴き続け、その中に込められた感情やメッセージを感じ取りたいと思います。そして、いつかまた彼らが共演する日が来ることを心から願っています。その日が来るまで、彼らの音楽を楽しみながら、彼らの成長を見守り続けましょう。 この感動的な夜が教えてくれたことは、音楽が持つ無限の可能性です。彼らの音楽は、これからも私たちの心に響き続け、その絆は永遠に続いていくことでしょう。この出来事を通じて、私たちは音楽の力を再確認し、その力が持つ素晴らしさを実感しました。これからも彼らの音楽を楽しみ、その中に込められたメッセージを受け取り続けましょう。